しょよいしょ、はい、いらっしゃいませ。入っておいて、はい、はい、ちょっとスワップ仕様にしたんだちゃう、おこげどうぞ。ちゃうビビってんのあんた、でかすぎて怖いな。ちゃう、こげん、お前おこげか、おこげなんか助けてて顔してますけど大丈夫ですか。大丈夫、何こいつみたいな、いつも普段は突っ込んでくるんでちょっとでかすぎるかな。大丈夫だよ、慣れるまで。いや首は可愛いな俺スワップっぽい感じにね。ねえ、うちに友達遊びに来たの初めてだね。あ、スワちゃんですか。うん。挨拶してますね。犬の挨拶はケツの匂いを嗅ぐんで。おこげもかけこれ。おこげシーシーしてない？うちのよだれか。うちの犬よだれかそれ、ポタポタ垂れてる。そうですね、さすがにおしっこおむつしてるんで。こげパグですね、おこげは。こげ黒パグさん、黒パグよだれだらだらやんちゃう。めっちゃめちゃなってるよだれでべちょべちょだね。チャウのよだれがすごいことになる。チャウ、もうちょっと優しくしてあげてね。押しが強すぎるんだよ。ああ。スローロリスです。いや、かわいいなぁ。いいなぁ。衣でしたっけ？衣ちゃん。ふわふわ。ふわふわ。ふわふわ。かわいい。いいなぁ。おうおう、まだちょっとビビってるな。これもビビってる。俺んとこには結構来るの。そう、人にはめっちゃ懐いてるんで。よくでも嫌われます、犬に。犬に嫌われる。勢いが、あ、押し押しなんで。こいつも結構押しちゃうから嫌がられちゃう。嫌がられがちっすね、こいつも多分。どうだ、お前気持ちが分かったか、普段やられてる人の。めっちゃ逃げてる。めっちゃおとなしく。パグってほんとちっちゃいんですけど、中身がやっぱ詰まってて、持ったらね、あの予想よりはるかに重い。多分あの普通のとこの黒パグよりは重いですね。あ、普通なんか平均8キロぐらいだと思うんですけど、この子10キロあるんで。重っ。
なんかでもめちゃくちゃデブなわけでもないんですけど、骨格がしっかりしてて、体が長い。ガタイがいいんだね。ガタイがいいね。いや、パグも可愛いよな。おこげおやつ食べます？おこげおやつ食べますよ。ちょっと一個あげていいですか？どうぞ。でね、おこげ。おこげ。おこげ。一人どころじゃないか。おこげおつなぎして。お前かい。お前かい。今それどころじゃない。衣もうちょっと慣れるまで時間かかる。コロタン ビビってるね今ね。ビビってんだコロタン。おかわりだこれ。おてダメだね。どんどん下手くそになってくる。はい、おさえして、おしわりして、おさえして。なんだよ虫か。はい、おさえは。なんだその態度。食べんのでも、そのなんかイギスみたいな顔して食べるの。おさえは。お前もしれっと、しれっと手から取って。おすわり、おさえして、おさわりしろ。なんで普段するのしないの。なんとは。あ、ちゃう。おさわりしたい。ちょっと待って、お手する。手のお手する。お手はできません。お手、お手、はい、お手、お手を教えてもらう。じゃあお手はこれ。お手、はい、お手、お手。よかったね。あ、おこげを。はい、おて、おて。なん、おかわり。はい、て。癖雑なんですよ。よかったな、じゃあ。覚えるかな、おて。はい。お、来てんじゃん。よっしゃ。おー、はい、はい、よくできた。おお。乾燥コオロギとか食べます？誰ですか？あ、食べますね、多分、うん、あのほとんどあげてないんですけど、昆虫食。うち余ってるのがあって。食べる？多分食べると思う。食べます。どこ行った？ずっと後ろに。あ、落とした。もういいの？しばらく乗っけておけばだんだん慣れてくると思う。多分今ここが怖いんで、うん、あのそこから離れないと思う。首に巻きついてる感じ、かわいい、気持ちよくないですかね。うん、ちゃんとちゃんとね。手、足も手みたいだからさ、全部使って、いろんなところにさ、ホールドして。すごいですね、ほんと。落ちたりしないですか？落ちたことないですね。へぇ、なんか言い過ぎたじゃん。ちょっと一旦ね、休憩です。もうチャウがずっと追い回しすぎて、もう尻尾びちょびちょね。あんたごめんね。チャウのよだれで疲れたね。びしょびしょ。